こんにちは、速稼塾の久保です。このね、2020年6ヶ月の間だけでも、まあ、いろんなことがあったと思いますけども、単純にビジネスを志す者としてはこの6ヶ月で自分の資産が増えたのか、それとも減ったのかってことをシビアに観察しなければならないと思いますね。で、振り返って反省するとか反省して次に生かしていくと。そしてですね、運よく利益を上げれた場合はその利益が依存するものではないってことを改めてね、確認しなければならないかなというふうに思っております。まあ、以前はね、あの例のやつと言われた案件がものすごくね、有力な稼ぎ口として一つ存在したわけですけども、ずっと申し上げたようにあれが経済の全てではないですし、資金問題をね、解決するものでもないので、やっぱり慎重にいかなければなりませんし、油断しないようにしなければならないと。資金投入額も許容できる範囲にしなければなりませんし、でリスクヘッジをするために他のことにも挑戦していかなければならないんですよね。そう考えた時に、今自分の手元にどんなね、稼ぎ方が残されているのかなっていうことなんですけども、まあ、例のやつはね、今みたいな状況になっちゃいましたんで、ネクストに参加している人以外は収入にならないわけですよ。ネクストに参加している方はネクストの事業の利益を受け取ることができますけども、それがね、以前の例のやつの返礼金に直接関わっているわけではすぐはないということで、まあ、我慢が本当に求められてしまうのかなというところでございます。で、ネクストに参加した方っていうのは、その活動移管によってはね、報酬を得ることもできますし、おかげさまで私もですね、まあ、日々ネクストの商品とかに関しましては売上を作っているんで、まあ、今月も25日もうちょっとですけどね、報酬がいただけるんではないかなと思います。ただそれだけを私やってたわけではなくて、やっぱりね、今年に入ったら1月からカジノ利権というものに投入してみたり、そちらの方は利益を運んでくださってますし、それから最近でしたら携帯利権、通信利権ですね、こちらの方も積極的に動いて、結局はね、自分が何を売ったか、どういうふうに人に知らせたかってことだけだと思うんですよ。集客して、そしてそこに、説明をして商品を紹介する、要するに売っていくってことなんですけども、これ以外にビジネスでお金を稼ぐ道ってないんですよね。全然ないです、その他には。で、投資に関しましてですけども、これはビジネスより難しいです。なぜなら投資、その案件が見込みがあるかないかっていうのを見抜けるのは誰なのかってことなんですよ。見抜けなければその投資案件で損をしますし、見抜ければ儲かる可能性があるんですよね。可能性が、この投資話は、まあ、自分の裁量で回していけるだろうというふうな見極めができて参加したところで、投資っていうのはほとんどが負けて終わるわけなんですよ。まあ、ですんでね、例えば9対1で勝ちと負けが分かれる場合、どのようにして9割の人を出し抜いて1割に上っていくかってことは、やっぱり自分で学んでいかなくてはなりませんし、いろんな過去のね、経験、失敗、成功例、こういったものを咀嚼して自分にはどの道が合っているのかってことを自分でカスタマイズしていかなくてはならないんですよね。というのが、自分には余剰の時間とか余剰の資金、体力の差、気分、こういったものがあります。長い気の長い人もいれば気の短い人もいて、それに合わせてですね、自分の投資スタイルっていうのを、例えば FX でしたら1時間がいいのか、それとも15分がいいのか、4時間がいいのか、1日がいいのかってことを検討しなければなりませんし、ボラティリティの大きいようなね、マイナー通貨に行くのか、それともドル円というね、最も安定して見やすい通貨で、ずっとやっていくのかってこともあります。で、継続力っていうのもみんな違いますよね。私みたいにバカみたいに何年も継続する人間っていうのは基本的に勝つんですよ。でも短期的にしか物が見れなかったり、すぐに新しい案件に気が入ったり、それからですね、新しい契約をしたんだけども、契約した後に不安になってやっぱやめようかなっていうふうに悩むと、これチャンスね、全然ないんですよ。可能性がないんですよ。だからそういうふうな自分の気持ちをどういうふうに構築し直していくかっていう、日々自分への問いかけがものすごく重要なんですよね。まあ、今日はね、そういう話で終わらせていただきたいと思いますけども、全てのことはね、自分で決めて自分で進むわけなんですよ。口酸っぱく言いますけども、はっきり言ってね、案件が稼がしてくるわけでもないですし、誰かの考えたスキームがあなたに有利に働くわけではないんですよ。誰かが考えたスキーム、どっかにある稼ぎ方を自分が使いこなせるかどうかってことなんですよね。まあ、今日のまとめで言いますと、サラブレッドって言いますよね、有名な馬の言葉です。血統書付きのね、ものすごく鍛えられた馬、パーフェクトなその馬ですら、あれを乗りこなせるかどうかっていうのは別なんですよ、ね、運転が上手な人でも馬に乗ったらダメかもしれないんですよね。まあ、ですので、その馬との関係、どういうふうに信頼関係を築いていって、どうやったら不機嫌になって暴れ馬になってしまうのかってことをちゃんとね、認識しながら手なずけていかないといけないってことがあります。で、手なずけるためには、まずはね、相手の馬のね、本当横暴ぶりに付き合っていかないといけないんですよ。相場も荒れますよ、ビジネスも荒れます。それを乗りこなして、一つものにした時にね、自分でも扱える波とか、扱えるビジネス、扱える投資になっていくってことなんで、その前に逃げ出してしまえば、やっぱりね、馬に乗れるようには永遠にならないと思います。どんな素晴らしい案件も、どんな血統書付きの馬でも、
あなたがそれにふさわしい人間にならなければ乗りこなせないということなんですよね。ということで自分への戦い、これからも始めていこうと思います。よろしくお願いします。